はい、始まりました。ヤシコバベース講座。本日は良い音について考えていこうと思います。ベースっていう楽器はものすごくこうアンサンブルの中での他の楽器に対しての影響力もものすごい大きい楽器なので、この音作りについてはものすごくね考えなくちゃいけないところではあると思います。でそういうこともあってか、やっぱりベーシストのね友達とかと集まると、やっぱり機材の話だと音作りの話っていうのはねものすごく盛り上がるねトピックになっております。でそんな中ね、ちょっと気になる情報が入ったんで、ちょっとそれをね一つ紹介していこうと思うんですけれども、モスライスバーガーエビ天明太味、こちらのキャッチコピーが新音までうまいエビ天明太味ということで、これねなんとモスバーガー、あのモスバーガーが音にこだわって作ったということで、気になる新しい新商品ということで、これ説明読んでもねなかなか強気ですね。ねこれ音までうまいを目指したザクリザクリとした食感が耳にも美味しい、五感で楽しめる商品ですってことで、僕たちベーシストの新しい機材として猛威を振る可能性もあるんで、いち早くそれをレビューしていこうと思います。はい、そういうわけでね、こちらがモスライスバーガーエビ天明太味、本当にいい音するんですかね。僕もこうちゃんとねコンデンサーマイク用意してるんで、こちらの方でしっかりね音を取って確かめていきたいんですけれど、これちょっとやばいっすね。これめっちゃでっかいエビ天が2つ、これはテンション上がりますね。いい音出るわ。しかもねこの明太のソースっていうのが嬉しいっすね。僕明太大好き。本当に福岡ってね食べ物なんであんな美味しいんですかね。じゃあちょっと早速食べてみようと思います。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。このね海苔が入ってるのが嬉しいね。ご飯と合うわ。ね今なんか結構どこもライスバーガー結構やってるじゃない。マックもチキンタツタのライスバーガーのバージョンとかやってて、それも気になるんだけどね。チキンタツタは僕やっぱパンで食べたいんですね。でもこのエビ天っていうのはもうライスとめっちゃ相性いいからな。むしろパンから想像できない。これ明太ソースとご飯がめっちゃいいね。ご飯と明太ソースだけでもこれいけんじゃないの。もう一回やってみようと思いますね。いただきます。美味しいです。ということでね、やっぱりねいい機材っていうのも使いようだっていうことですよね。楽器もね弾き手によって初めて音が出るわけですから、いい機材を用意しただけじゃなくて、ちゃんとプレイヤーがしっかりね良い音をイメージして使いこなせるように日々練習して頑張らなくちゃいけないよっていう、そういう動画になってしまいました。はい、ひょっとしたらねやっぱりこれ本当にこの機材が悪いんじゃなくて、僕のねこのプレイヤーとしてというか、ライスバーガーの食べ手として至らない部分が大きかったのかもしれないんで、ちょっとねまたチャレンジしていきたいと思うんですけれど、味はめちゃくちゃ美味しい。しかもエビ天がねでかい。それが2個、すげえな。うまい、明太がうまい。なのでね皆さんもぜひこのモスライスバーガーのねエビ天、これ挑戦して、そのサウンド、ね、自分でちゃんとね出せるかどうか、引き出せるかどうか、そのね機材の性能をちゃんと自分で引き出せるかどうかっていうのをチャレンジしてみてほしいですね。それでは引き続き、みんなでベース頑張っていきましょうね。